こんにちは、大樹です。先日私は、セミナーの講師になりたいんですけどってなんか自分にはできる気がしないんです。で、セルフイメージとかなんかそういうのを書き換えるみたいなことをしないといけないんでしょうか。どうしてそう思うんですかって聞いたら、いや、とにかく自分に自信がないんですと、できる気がしないんですと。あ、そうなんですね。何ができる気がしないんですか。いや、何もできる気がしないんですけど。あ、そうなんですね。けど別に何もできなくていいじゃないですか。だってやりたいことだけできればいいんですから。やりたいことの中でできないなと思うのは何ですか。あ、そうですね、セミナー講師になりたいんですと。でもできる気がしません。どうして、分かりません。どんなセミナー講師になりたいんですか。いや、それもよく分かんないんです。よろしいですか、皆様、どんなセミナー講師になりたいか分からない人が、分からないのにそれができる気がするというのは妄想ですから、分からないものができる気になってもしょうがないと思うんです。だから僕は、その人にお伝えしました。分かりましたと、今できない気がしても全然構いませんと。でセルフイメージの問題かどうかも分かりませんと。一回具体的に考えてみましょうということです。セミナー講師は何を教える人ですか。誰に教える人ですか。どうやって教える人ですか。その結果何が起こる人ですか。なるべく具体的に考えましょうということなんです。じゃあ例えばコーチングを教えたいですと。でどんな人に教えたい。社会人に教えたいです。これじゃまだ具体的とは言えないわけです。じゃあいつ、どんな場所で、どんな人たちに。で、コーチングを教えるっていうのはどれと何を教えて、どんな体験してもらって、そして教え終わった後にね、何ヶ月後なのか分かんないよ、何日後なのか分かりませんけれども、教え終わった後にその人がどうなることなんですか。それが明確になって初めてそれができる、できない。で、できないとしたら全部できないんじゃなくて、この部分はできる、この部分はできないっていうことに気がつくわけです。でこういう当たり前のことね、なんか自信がないとかなんとかっていうことの前に、本当に欲しいものは何なのか。で具体的に例えて言えば、それはどういうことをやることなのか、何を意味してるのか、それを明確に。そうするとできないじゃなくて、ここはできる、ここは課題だになるわけです。でじゃあその部分は自分で何かを身につけるのか、それとも誰かとコラボをするとか、手伝ってもらうとか、教えてもらう、やるのか、何をやったらできるのかっていうことを明確にする。で、あとはやりたいかやりたくないかなんです。お分かりですかね。できないんじゃなくて、何をやるのかを知らないことが世の中にはいっぱいあります。そして、何をやるのかが明確になった時に、そこにはリソースと課題が生まれるわけです。もうすでにできることと、それから課題になっていること。で、あとはそれをやりたいかどうかです。で、そのことを明確にしましょう。ね、そのことを明確にした上で、まだ、要は、やりたいんだけど、何かもう一人の自分がいるとかっていうことがあったら、それを扱えばいいんです。本当にやりたいかどうか、本当にやりたいことは具体的に何なのか、そのことの方がはるかに大切だと思います。良い一日を。それでは。